はい、こんにちは。こんにちは。今日こちらは何の作業されてます？これはね、昨日までですね、20日まで、甲州百面のね、ここに吊るしてあるでしょ。おー、随分並びましたね。今年はたくさんありますよ。これが終わりましたのでね、今度はね、百面冬と、これがね、この秋に知る甲州百面、今度は柿がちょっと格好違うでしょう。皆さんも店頭にあるそのまま食べられるね、冬柿の今ね、これを今度は皆さんにね、送ってやろうというふうなことで、その作業をしています。またですね、これの小さいのはね、この小さいのはね、やっぱり同じようにですね、剥いて吊るすですよ。そうするとやっぱり美味しい柿が出ますよ。また冬は冬の変わった味があってね、こうなるみのあった上品な味の衣巻きになるんですけどね、まずその前にそのまま食べれる冬巻きを今しているところで使ってね、ここを切って、普通のはね、ほら干して吊るすはこういうふうにね、紐へつけれるようにね、種目ですかをつけとくですけど、食べる方はね、こうやってこのままあっても邪魔ですからね、大きいでしょうの作業を今しているところです。はい、ありがとうございます。